DS クリニックってこう書いてんだよ。医療ダイエット専門のクリニックです。これ死んでしまうこれは死んでしまうぞ。体脂肪の量っていうのが少し突き出てきている。少しかなこれだいぶ優しい、遠慮気味に言ってくれたけどだいぶ突き出てる。だいぶ突き出てるね、医療用のダイエットであれば脂肪細胞ごと破壊して外に排出していくので、リバウンドっていうのが半永久的にしないと言われております。なんでリバウンドしないかというと、脂肪細胞が代謝をすることによってリバウンドを繰り返していたかなと思うんですが、医療用のダイエット器を使っていくと脂肪細胞自体を破壊していくことができるので、そもそもの脂肪細胞を根本的に減らしていくっていうのが医療用のダイエットになっております。これはね、なんかいや筋肉に効いてるのすごい感じますね。力入っちゃいますよ、ね、入ります入ります。ちょっと待って、これ結構大変ぞ。本当結構大変ですねこれ。そうなんです、ね、結構急にかかるんで。かかりますね。そうなんですよ。結構痛いです。これ結構痛いですね。痛いですよ。このマッサージで大体お施術5割ぐらい効果変わると言われてますので、ちょっと痛いんですけど頑張ってください。頑張れ。うわ、これからね、3ヶ月間こちらのクリニック通わせていただきますので、はい、またね、3ヶ月後、2人がね、どうなってるのかね、ちょっとその結果発表もまた楽しみにしててください。はい、どうも、ジョンデン大将の大将です。ゆめです。はい、今私たちはですね、こちら、江北パーキングエリアに来ております。はい、そうです。皆さんこちらの動画ご覧になられましたでしょうか。はいね、実はですね、ツイッターとかでもね結構匂わせといいますかね、毎週東京にいるんですよって話をねしたんですけども、これのために毎週新宿に来てました。それがやっと今日最後ということで、6月から毎週来て13回。はい、年に東京13回も来たことなんて僕人生で初めてなんで ね、まあもうすでに結構もういろいろね、もう体調ねかなり痩せて大丈夫っていっぱいねコメントいただいてたんですけどもね、うん、3ヶ月間クリニックに通って体重は何キロしたんでしょうか。はい、うわー怖いなー、ドキドキ、怖いなー、ドキドキ、怖いなー。行ってまいります。行きます。あー、このエスカレーターももう最後かな。寂しくなるね。寂しくなるね。あ、おはようございます。着替えが済みまして、これからインボディ測定でございます。はい、やだインボディさ、体重だけじゃなくて体脂肪とかね、いろいろ出ちゃうからね。そうなんだよね。ちょっと恥ずかしいですよね。いやでも前回よりか絶対圧倒的に軽くなって、ね、脂肪も減ってるはずなんで。私なんかこの座り姿だけでなんか細くなってる。いや細いよ。はい、というわけでやっていきます。健康維持、健康維持。いやいや、これダイエットのさ動画撮り終わった瞬間にさもうお菓子が止まらんのよ、このカバンの中から。どうなっとんねん、カバンのお菓子しそにそいでしたことバレちゃう。どうなっとんよ、本当によ。スーツケースにシュガーバターサンドの木が入ってます。え、マジでピスタチオ味と。やば、今日ホテルで空気まんまやん。いや今日は、ね、うん、チートデーです。まあ確かにな。で、じゃあ明日からもちゃんとヘルシーなのかな。そうだね、うん、バランスの食事はね。そうね、いやダイエット関係なくバランスいい食事食べた方がいいからね。もちろんその通りだ。そうだよ、うん、
3食マックとか食ってるやつ聞いてるか。バランスのいい食事をとれ。というわけで今からですね、先生とカウンセリングが始まります。はい、アフターのカウンセリングですね。怖いね、褒めてもらえると嬉しいけどな。ね、さっき測ったインボディの結果を、初回のインボディと、はい、今日のインボディを比べながらお話ししていただくってことなので、いやでも、うん、はい、お互い自分の体の変化も自分で感じているはずだから、まあそうだね、ちょっと自信持っていきましょう、はい、そうですね、はい、カウンセリングいっちゃいますか。はい、行ってまいります。いや、それではですね、カウンセリングになります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ではまず隊長さんの配下からですね、これが今回のインボディで、これが前回の、初回ですね、初回のインボディになりますね。ここの体重と、筋肉量、体脂肪量、見ていただくと変化がわかるんですけども、まず体重が 11.1kg 減ってます。やばくない？やばない？そんなことってんすか？ 11.1kg 減ってます。この筋肉量がほとんど変わってないんですよね。筋肉量が変わってないけど維持しながら、脂肪だけがもう10キロ以上減っているという状況なんで、まさにこれは理想的な痩せ方だと思います。ありがとうございます。はい、で実際にBMI がですね、もともとが35を超えていて、これ35を超えると後部肥満というふうに提示されて、非常に危険な状態なんですね。それがまあ実際今まだ高い状態であるんですけども、 31.8 まで下がっているので、はい、で体脂肪とかも順調に下がっているという経過ですね。であとはこの内臓脂肪率がですね、もともと19、自分が今まで見た中で一番高いです。やばっ、マジか、嘘でしょ。はい、それはやばい。お二人さん見てきてますけど、はい、これかなり高くて、ちょっと危険な状態に。そうだったんですね。10超えるとやはり生活習慣病、糖尿病とか高血圧、そのリスクがあると言われてるんですけども、はい、それがまあまだ10は超えてるんですけども、15まで減ってきてるので、ここも順調な結果です。うわー、全然知らなかったな。これやはり放置するとかなり健康にも良くないんで、こういったことをきっかけにですね、できるだけ維持できるようにしてもらえたらと思います。はい、インボディの点数ですね、総合点、この51点、ちなみにこの51点も自分が見るから一番低い。マジでやばいじゃん。いろんな更新しすぎ。すごいな、51点もかなり。だって実際に最初は脂肪の量が体の半分近くで同じくらいですよね。42.9 ってことは。そうですね、そうです。この半分が脂肪、歩く脂肪じゃん、やばい。それで51点という結果だったんです。それも61点まで10点ありました。すごい。はい、ここもすごくダイエットが順調に進んでいる証拠だと思います。はい、はい、ありがとうございます。いや、素晴らしいことだと思います。ありがとうございます。はい、これがメイコさんのインボディの結果で、もともとですね、こうスリムな体型で目が揃ってるところが全くなかった時代があったんですけども、今回ですね、ムカさんも同様に筋肉量っていうのを維持したまま、もともと 30.1 とか 29.8 ですね、筋肉量ほぼ変わらないまま、脂肪の量だけを 12.2 から 10.4 ということで、今回体重が 2.2kg の減少なんですけども、ほぼほぼ減ったのが脂肪のみということで、それでやっぱり引き締まった体が手に入れることができたんじゃないかなと思います。よかったです。でもうかなり細いんで、これ以上痩せてしまうとね、やはり健康の問題とかもあるんで、痩せすぎには注意が必要なんですけども、こうやって脂肪だけを落として体を引き締めるかっていうのはすごくいい結果なんじゃないかなと思います。ありがとうございます。はい、はい、という結果でありましたけども、はい、3ヶ月間医療ダイエット経験していただいて、はい、実際どうだったかちょっと感想とか聞かせてもらってよろしいですか。いいですか。はい、いや僕としては、体重が11キロ落ちたんで、落ちた感じが全くしないっていうか、体調がすごい逆に良くなって、普通なんか11キロぐらい3ヶ月で11キロって結構すごいペースないじゃないですか、なんかフラフラになって体力が落ちちゃったりとかするのかなと思ったんですけど、全然問題なくて、実際顔色もいいですもんね。あれです、はい、結構コメントでも言われます。本当ですか。健康的にダイエットすると全然大丈夫なっていうのは良かったです。すごい、やっぱ医療ってすごいですね。嬉しいですね。どうですか。私もなんかもともとそんなにこう体重を落としたいっていう気持ちはなかったんですけど、うん、サイズダウンが目的だったっていうのがあるんですけど、サイズダウンともう体重もこっからでも落ちるんだっていうのがもうすごいびっくりして、で筋肉も落とさずに脂肪だけをきれいに落とせたっていうのが
やっぱ医療の力だなと思って、なかなか自分の力だけではこれは難しいと思うので、うん、もうありがたいです。実際にお二人がどれくらい痩せたかっていうのを、はい、数値もなんですけども、はい、写真でも見ていただきたい。うわ、見たい見たい。大事だからね。まずこれ体調さんですね。お腹が、おお、お腹なくなりましたね。なくなってきてる。顔がかなり全然違うやん。これ首長くなった。首出てきた、首出てきましたね。すごい、はい、顔もお腹もかなり結果が出てるのが、まあ、でも足、手足も全然違いますね。お、足やばいっすね。はい、すごい足つき間なかったです。あ、ほんとだ、パンパンだこれ。私だけ開いてる。うんうんうん、すごい、ウエストが、くびれがすごいできてますね。本当だ、はい、すごい、ね、うん、なんかちょっと筋がある、この縦線とかが出てきてる、いや、かなり引き締まった感じになってると思いますよ。本当だ、姿勢も良くない、姿勢も良くなってる気がする。やっぱ腕とか足もちょっとやった感じがしますね。こんな感じで写真で見てもですね、明らかな変化が出てると思います。はい、はい、管理栄養士さんについてもらったとは思うんですけども、はい、実際食事とかはどうでした？アドバイスを本当にそのままもうね、うん、毎日の食事に取り込んでやってたんですけど、摂取カロリーもやっぱりちょっと結構厳しめに設定しまったんですよ、うん、わざと厳しめにやってください。なるほど。でだけどこうやっぱ提案していただく食べ物食べて美味しく食べれるし、うん、それで実際に体重も落ちるし、だからカロリーで見るとすごく絞ってるんですけど、うん、そんな苦じゃなかったかな、うん、生活習慣とかじゃ結構変わりました？だいぶ変わりましたね。あ、そうですか。ありがとうございます。じゃあそうですね、水も飲むしカロリーもやっぱり、うん、であとやっぱ日常生活で本当に変わったなと思うのが、食べ物もちゃんとカロリーを見ます。あ、なるほど。栄養成分とかちゃんと見るようになって、うん、昔なんかもう、あ、これ食べたい美味しそうだなって、うん、新商品食べようみたいな感じで、うん、まず見て値段よりまず先にそっちに出すね。あ、いいですね。いや、実際もう本当に健康につながってるんで非常にいいと思います。本当にもう気分で変えていただいて本当にありがとうございます。栄養指導なんですけど、結構ダイエットって言うと これを食べるといい、これが体にいいとか、これが高タンパクでっていうのを聞くんですけど、私すごい偏食で、そうなんですね、好き嫌いが多くて、食べれるものが少ないかったんですよ、ヨーグルトも納豆も食べれない大豆製品、大豆とかもあんまり豆とかがあんま好きじゃなくて、タンパク源って言われてるものが結構苦手なものが多かったんですけど、そんな中でもこれは食べれますか、これはどうですかって言って、すごい私の好き嫌いにも寄り添ってくれて、で全然その偏食、まあ、偏食自体がいけないんですけど、こう好き嫌いのある人間でもこう、体にいいものを提案して、うん、寄り添って提案していただいて、すごいありがたかったです。ああ、よかったです、うん、それで、まあ、適切なアドバイスがもらえたっていうところですよね。はい、で途中からちょっとダイエットの目標みたいな部分がちょっと変わっちゃった関係で、その食事の摂取カロリーの制限とか、脂質の目安とかもちょっと最後の1ヶ月かなりストイックに変わっちゃったんですけど、もうその栄養士さんのおかげで、これが食べれるんだったらこれがいいですよとか、まあちょっとこれに飽きてきちゃったんだったらこっちでも同じような栄養が取れますよってアドバイスが本当にすごく助かりました。まあ、実際食事って2人にこうやって通販していただくと思うんですけども、非常にこうダイエットに重要な要素になっているので、そこがまあうまく実行できたのはすごく嬉しいなと思います。生活習慣もすごい、うんうん、そう、朝ごはんを食べるようになったんですよ。あ、いいですね。そうそうそう、絶対健康ですよ。そうそうそう、はい、今まで結構もう10時とか起きるのが、9時とか10時とかで、お昼にもう朝昼兼用みたいな感じで、うん、朝は本当にお水しか飲んでないぐらいの生活だったのが、うん、ちゃんと7時台とかに起きて、朝ごはんしっかり、ね、うん、主食とタンパク質とお野菜とっていう生活ができるようになって、うん、早寝早起きができるようになったんですよね。あ、いいですね。生活習慣も変わってきたって感じですね。そう、変わったのがすごい驚きポイントで、うん、なるほど、うん、なんか生活習慣も別にお二人の意識も変わってるのがすごく嬉しく思います。はい、こういった生活習慣本当に意識ですね、せっかくこういった感じで持つことができたと思いますので、はい、ぜひ今後も続けていただけたらと思います。はい、はい、今回医療ダイエット3ヶ月間ですね、お二人が理想の体型に近づけるようにですね、協力ができたことをすごく嬉しく思います。3ヶ月間お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、というわけでね、3ヶ月間の、
医療ダイエットを全て終わりました。はい、終了しました。いやーね、結果はなんとですね、僕の体重が11キロダウンでございます。すごいよ。やばいでしょ。すごいすごい、僕も驚いちゃった、うん、こんな痩せれるんやねって思って、ね、そうで、しかも体重だけじゃなくて、もう体脂肪もね、いい感じに落ちて、で筋肉はね、そのまま維持ってことで、うん、すごく理想的な痩せ方ということで、はい、はい、褒めらにゃんです。いや、嬉しい。ムーカさんどうじゃ。いや、ムーカさんは、はい、太ももとウエストのサイズダウンっていうのを目標に最初やってたんですけど、はい、太ももの方が付け根の一番太いところで、はい、2センチ落ちました。すごいな。そして、うん、ウエストの方が、はい、なんと驚愕の5センチダウンです。5センチダウン、はい、で、ちょっと見ていただきたいのが、はい、今日履いてるスカート、はいはい、これ、後ろ編み上げになってるんですけど、はい、フルクロームしました。わー、すごい、はい、全部閉まりました。すごいね、マジで全部じゃん。そうなんですよ。これすごくないですか。これやばいわ。はい、で、途中からちょっと減量もちょっと目標にということで、体重も落としていく方向に変わったんですけど、体重は最終的に1キロ落とすことに成功してます。すごいね、はい、元からそんなに太ってなかったけど痩せてたけど、はい、2キロも落とせる隙間あったんだね。しかもその2キロの内訳が体脂肪からしっかり落ちてるということで、はい、引き締まった体を手に入れることができました。素晴らしい、はい、本当にね、今医療ダイエットってやっぱすごいです。すごいね、うん、普通のダイエットと比べたら圧倒的に楽でした、はい、本当に。もちろんね、自分たちで、うん、まあ、指導を受けながらですけど、うん、食事をね、改善したりとか、うん、ちょっと日頃運動を取り入れたりとかっていう努力もしてきたんですけど、うん、やっぱり施術の力はね、でかい、でかいと思います。うん、本当に、はいはい、というわけでね、こちら BS クリニックさんはですね、東京の新宿3丁目にございます。はい、はい、あのね、ダイエット興味あるなって方はぜひね、一度ね、カウンセリングだけでもね、来ていただければなと思います。はい、もう、はい、ダイエット、自己流ダイエットに何回も失敗しちゃってる方とか、はい、なかなか自分だけの努力では得せられないと苦しんでいる方には本当におすすめだと思いますので、はい、ぜひね、本当にカウンセリングでね、お話を聞くだけでも全然大丈夫なので、はい、皆さん、優しいスタッフさんばっかりなので、そうですね、はい、本当皆さんすっごいマジでめちゃくちゃいい人でしたね、本当にみんな親身になってすごい応援してくださって、支えてくださって、はい、いい人たちばっかりなのでね、ぜひ一度ね、お話だけでもお伺いしていただけたらなと思います、はい、詳細はですね、動画の概要欄に貼ってありますので、はい、ぜひチェックしてみてください。はい、医療ダイエットのね、プログラム、施術は本日で終了なんですが、ここで身につけたね、新しい健康のための、ね、習慣、お水をたくさん飲むとかね、ちょっとでも体を動かすとかね、バランスのいい食事をとりましょうとかね、こういったことはね、今後もね、ダイエットじゃなくてもう健康のためにね、うん、継続していきたいなと思います。そうですね、はい、はい、というわけでね、また次の動画でお会いしましょう。それでは皆さん、ご無事に、ご無事に、バイバーイ。